皆さん 2B2T ご存知だと思います。まあね、知らない方のために説明すると、 2B2T とは世界最古のマインクラフトアナーキーサーバーで、チートハッキング殺し盗み何でもありの自由のサーバーです。この 2B2T 以降ね、 Java 版だと 5B5T や 2B2TJP、 2B2T フランス、統合版だと 2B2E や 2B2EJP、 CPE など様々な種類のアナーキーサーバーが登場してきました。このアナーキーサーバーというのは、先ほど申した通り、何をやってもいい、どんなことをしてもいいというのがね、最大の特徴なんですけど、このアナーキーサーバーでもし命が一つしかなかったらどうなると思いますか？どうも皆さん、こんにちは、ひのです。ということで、今回はハードコア版のアナーキーサーバー、ホライゾンアナーキーというサーバーがねあるので、そちらに参加していきたいと思います。で、こちらのコンセプト、最初に言った通り、サムネとかタイトルでもわかると思うんですけど、ハードコア版の 2B2T になってます。なので、チートハッキング殺し盗み何でもあり、だけど命は一つしかないという、もうとてもね過酷な 2B2T になってます。じゃあ早速入ってみましょうか。ちょっととりあえず着いたんですけど何これ、なんか何これ、これを撃てってことなんですかね。あ、できました。Welcome back to the hell. Enjoy your stay. 地獄へようこそと、この時点で地獄へようこそとアナウンスが言ってる。はい。で、現在ね、ちょっと4人しかねオンラインになってないんですけど、多分これね、海外時間だと今めっちゃ夜中なんで、まあ、主なユーザー層の海外の人たちがねいないという時間帯だからだと思います。さあ、ちょっと見てみましょうか。座標は916-74-602、ここがね初期リスになってる。僕はここでなったんだけど、多分初期リスを決めちゃったらさ、そこをリス狩りする人みたいなのが出てきちゃうから、バラバラにしてるのかな。ちょっと設定でこのジャンプのやつやめたいんだけど、この自動ジャンプどうすればいい。とりあえずね、こちらハードコアアナーキーサーバーに来ました。いや、今のところなんかぬるゲーな感じするね。で、木とか全然あるもんね。なんか 2B2T 系のさ、アナーキーサーバーって木がない、木がないっていうね、最初木が手に入らなくて困るみたいな感じなんですけど、こちらのサーバー、まあ人が少ないのかわかんないけど、とりあえず今のところ木はあるみたい。外国人が少ない時間にやってよかったかもしれない。これでさ、パート1で殺されておしまいだったらね、もう元も子もないですからね。で、これちなみに死んだらどうなるかというと、なんかサーバーからバンされるんですよ。なので、死んだらね、本当にこのサーバーに入れなくなると、そういう感じになってます。ちょっとねラグいですね、若干。まあ、基本的なものとりあえず作っていきましょうか。いや、ここまでねできるのかなりぬるゲーな感じする。僕はあの普段ね 2B2E という統合版の実況をやってるんですけど、統合版でもねなかなか木が手に入らなくて、ちょっとね遠いとこまで行かないとダメなんだけど、まあ、とりあえず木は楽々手に入りました。これさ、結構離れてるからあれなんだけどさ、ちょっと00地点向かってみましょうか。00見てみたいね、どんな感じになってるのか。多分今の時間人に会わないんで大丈夫だと思うんで、よいしょ、慎重にね行って、このダメージもやばいですからね。これ蓄積されたら死んじゃうんで、てか思ったけど、これハードコアだからさご飯ないとダメじゃん。やばいやばい、モンスターもねやばいんで、ちょっと待ってね。まずご飯ないとやばい、今気づいた。それちょっと、動物さんどこ、見当たらない。で、今のところねチートは入ってません。あ、なんかある。あ、種やないかい、これ種だった。あ、いたいや、よかった。危ねー。ちょっと若干ラグいですね。なんかお腹の減り早くない？ちょ、羊さんもちょっとオッケー。で、かまど作って、とりあえずこの飯を焼きたい。そうしないとちょっと死んじゃうからね。やばいやばい、結構なんか減り早いぞ、思ったより。あれ、マイクラのお腹の減りってこんな早かったっけ。で、僕のねこの実況の目的は、目標なんですけど、このサーバーでとりあえず文明ができるぐらいまでには発展したい。レッツゴー。なんかチャットで言ってるね、まあ、日本人をね迎え入れる体制を僕が整えたいですね、ここで。よし、かまど炭治郎を作っていきましょうか。作って焼いてと。よし、これでなんとか生きながらえる。いや、とりあえず何もないですね今のところ。まあでも人の形跡はちらほらとある。まあね、でも肉以外はとりあえず今のところぬるゲーなんかな。さて、じゃあこのまま00の場所に何が待っているのか、どんなね世界が広がってるのか見に行きたいと思います。よし、あ、ネザーゲートもある。なんか村あるね、村。
結構いいところにスポーンしたんじゃないか。これでさ、飯とかないか、さすがに危な。こういうね、穴も命取りなんで気をつけていきましょう。まあね、でももともとね、命というものはみんな平等にね、一つしかないわけなんですよ。なので 2B2T はね、ちょっと異常なんですよ。まあ死に戻ればいいかなんてね、簡単に考えちゃいけない。もう人生はね、死に戻りできませんから。それをね、教えてくれる、それがホライゾンアナーキーサーバー。食べ物がないですね。食べ物が少なすぎる。あー、やばいやばいやばい、クリーパーモンスターとか絶対引きたくないんですけど。よいしょ。ちょっとモンスター合いそうになったら抜けます。さすがにモンスターで死んでおしまいはおもんなすぎる。あー、なんか誰かの倉庫がある。なんもないやん。なんか置いてけよ。あ、でもなんか地下ありますね。おー、なんか文明を感じる。トイレかな、ここは。危な、これはなんだろう、ブランチマイニングの跡かな。こんな感じするね。統合版だったらチート入れてるんでね、あの X レイとかそういうので何があるかって全部見れるんですけど、今特に何も入れてないんでね。ベイビーゾンビ is following me help。 チビゾンビがついてきてあの人を殺そうとしてるみたい。頑張って生きてくれ。死にたくないって英語のチャットで死にたくないと今言ってます。 I need food。 やばいやばい、これさ、死んじゃったらもう人の死を最初から目の当たりにしちゃうことになるんだけど。ちなみにね、これユーザーリスト見ると You have one life って書いてありますんで、やっぱね、ここ間違いなく命は一つきり、一つだけみたいです。よし。うわ、やばすぎ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 、悪魔がいるんですけど。危ねえ、危な、こっち来んなお前、本当に危ねえ、本当にやばかった今のは。あ、ダメだ、ちょっと夜道歩いちゃダメだ。夜道歩くの良くないですね。ちょっとこもります、夜が明けるまで。さすがにこれはやばい、緊張感が違う。チビゾンビもいる。チビ、やばい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 、なんか何のダメージ今。ちょっとダメだ、こもるわ。ダメだ、ここで夜を明かします。ふう、危なかった今。なんか謎のダメージ受けてたんだけど、グーとか言ってるやばい、怖いよ、死にたくない。下にゾンビいますね。ちょ、早く朝になってくんないかな。ご飯もこれしかないし、とりあえず今できることを最大限やっていきましょうか。まあ、石の剣とりあえず作って、で棒を作っとくと、でツルハシも作ると OK、 シャベルも作ると、これで OK で、あとは朝が来るのを待つだけ。いや、夜が怖すぎるこの世界、やばいね。うわ、なんか見られてる、こっち来てるやついるんですけど、あいつこっち来てるんですけど、やめてこっち来ないで、こっち来んなって。お前いって、やっべえ、なんかジャンプしてきた、やっぱなんか知能高くない。もう一段上行くわ。ちょダメだって、ダメだって早く夜開けてくれ。何分で開けんの夜。やばいやつ来た、骨マンが来た、やばい。え、ちょっとここやばいんじゃない、もしかして。ここやばいんじゃない、モンスターハンター、やばい、骨マンが来た、やばい、あれはやばい、骨マンはやばすぎ。逃げます、さすがに。うわー、やばい、うわー、やばい、逃げろ。うわー、骨がめっちゃいっぱいいる。これさ、ラグで撃ち抜かれて死んでたりしないよね、大丈夫。とりあえず僕はね、ゼロの地点に向かいたいんですけど、こっち合ってるね。そして夜ってこんな暗かったっけ、やば、暗いな。命を大事に。まあでもね、ゾンビ肉2つゲットしたんで、まあ、食料困らなくなりましたね。最悪ゾンビ肉食べて泥水すすって生きていけばなんとかなるんで。おっと、なんか切断されたぞ、大丈夫か。もしかしてさっき言ったことが現実。なんで、何、ということで、死んでしまいました。これでもう二度とこのサーバーに入ることはできないのかな、サブアカを作らない限り。頼む、大丈夫と言ってくれ。はい、ということで、今回ちょっとね、謎、さっきのやっぱ骸骨に撃ち抜かれてたみたいです、ラグで。いや、きつい。これがね、本当のマインクラフトなんだなと実感しましたね。納得いかないんだけど、どうせなら人に殺されて死にたかった。ということで、今回ね、皆さんにハードコア版 2B2T の方
紹介させていただきました。この動画がねいいなと思った方はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。